峰の役師は神奈川県相模原市緑区三井にある寺院。江戸時代には武装師大役師の一つとして多くの信仰を集め、三井の役師とも呼ばれた。現在は総当州の寺院で大拡散統計寺と号する。相模川をせき止めてできた津久井湖を見下ろす山中に位置する。登山道は関東触れ合いの道として整備されている。峰の役師は 明王年間の創建と伝えるが、数度の火災で古記録を消失しており、詳しい遠隔は不詳である。昌平高地理局編、新編相模国フェド機構には、薬師堂別当三井寺起律派明王年間なりとん、とあり、麓の三井集落にある臨在州県庁寺派、三井寺の管理下にあった。同じく、新編相模国フェド機構によれば、当薬師堂の本尊薬師如来像は、 造工一尺三寸の木造座像で、行基作の伝承があり、峰の役史、または、三井の役史と呼ばれていた。また、道には、東昇寺の寺号を記した額が掲げられていたという。明治の神仏文離により、峰から下ろされ、廃堂となったが、1933年に旧地に、再興された。富田恒夫の姿三四郎では、氷垣兄弟との果たし合いの場として登場する。 姿三四郎決闘碑がある。バス停、本堂周辺には一切飲み物の販売機はない。事務所横に売店はあるが、商売している品揃えではないので、バスに乗る前に購入を推奨。武装次第薬師は、峰の薬師、日向薬師、高尾山芋王院、荒井薬師。新編相模国府土機構にはこの額について、裏に元読七年講座軍。 三井合法の薬師元首鎌倉県庁寺,寺浦止庵案、可水定府のトコクスとの割り中がある。ありがとうございます。